一旦リセットするために昨日はね、一蘭食べて、一人で温泉に行ってきたわ。うちいつもなんか何かが終わって、自分お疲れ様ポイントの時はね、一蘭食って温泉に行くルートをいつも辿ってるんだけど、一蘭は運命って、でもなんかもう、一蘭食べる時もさ、ちょっとぼーっとしてたんかわかんないけど、うちいつも一杯しか食べれないんだけどさ、ラーメン。思いっきし、一つラーメンプラス替え玉のやつ買っててさ、クソー買った。一つ食べて、いやでももったいないからちょっと食べるかって思って、替え玉トレー置いてみたんだけど、クソーくて、全然替え玉食べれなかった。めちゃくちゃ申し訳ないんですけど、食べきれなかったね。お腹パンパンになって、ま、温泉、いつもうちのルーティーンがあるんだよ。体洗って、露天風呂入って、休憩して、テレビのあるとこの温泉使ってちょっとテレビ見ながらまったりして、ジェットバスのところ行って、ジェットバスのところ行ってさ、思うのが、ジェットバスって思うほど気持ちよくなくない？なんか、この床から湧き上がるボコボコのやつあるじゃん。あれ意味わかんないんだけど。何の需要があるの？子供が喜ぶ？ケツの穴洗う。嫌すぎんだけど。あれにケツ、お尻当ててるのみんな。嫌だわ。ジェットバス、ろくでもねえな。おならしてもバレない。ジェットバスろくでもねえわ。いやでもなんかね、露天風呂の時もジェットバスの時も、まあ一人やからさ、話し相手もいないから、こうぼーって入るんやけど、もうずーっとあの時ああすればポイントなんだよね、頭の中は。温泉入ってる時はでもちょっと幸福感があるからさ、それでもちょっと、あ、気持ちいいって思うんだけど、髪の毛洗ってる時が一番あかんわ。髪の毛洗ってる時、すっごい思い詰めるよね。なんなんだろう、あれ。もう手が止まったもんな、髪の毛洗い流した後。こうなんか、流す時にこうやって下向くからかな。あ、目つむるからかな。涙出そうになったもんな、なんか。シャンプーあかんわ、ほんとに。シャンプーってこう、上向きながら、こう、シャワーもさ、こう上からやるやつあるじゃん。と、こうやって下からバシャバシャってするやつあるじゃん。落ち込んでる時はさ、こう上向く式がいいわ、多分。上向いたら涙こぼれないからさ。いやでもそんな負の感情がもうずっとふつふつ昨日もしてたんやけど、もう佐々木ね、お風呂に浸かることも大好きなんだけど、もう最近はもっぱらサウナが大好きで、サウナはね、心整うわ、マジで。あ、うち、サウナいつも、心綺麗になるけど、こんな時の佐々木もサウナに入るといいのかなって思って、不安になりながらサウナに突入したけどね、やっぱサウナって神だわ。もう汗と一緒になんかもう全部汚いものが出ていきますわって感じ。あ、なんかもうすべての毒素が抜けてるって。しかもちょうど入った時めっちゃ暑い。フィーバータイムみたいなサウナの時間に入れて、うお、すべて抜けてゆくぜって感じだった。今まではね、ちょっと一番熱いお湯に浸かって、体が麻痺して体の感覚がないのを楽しんでたんだけど、最近それをやめて、そう、外気浴って言ってね、これがいっちゃん気持ち、うちはね、浅かった。その麻痺楽しんでる、もうあっさい本当に。もう、この外気浴がいっちゃん気持ちいいの。これに気づいたらもうやばいよ。体が元の体温に戻ってゆくのですよ。その感覚が気持ちよすぎるんだ。うち気持ちよすぎて白目向きそうになってんもん、その時。うち椅子に座りながら白目向いてるからね、気持ちよくいいから。どん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 目線上の方へ行ってね、なんか白目向いてんだよ。人が横切る時だけ正気保とうとするけど。っていうことで、佐々木の負の感情はそれによってもうぶっ飛んだんだけど、この外気浴によって。ということでね、めちゃめちゃ整った、もう気持ちの整理ができたから今、振り返りのできる余裕が持ってて、やっぱサウナありがとうって感じでね。サウナの話なんて正直どうでもよかったでしょ。そう、スプラ大会の振り返りなんです。今日は。そう、だからみんなもなんか落ち込むことあったらサウナでこの3段階を試してみて、これを2往復すると飛ぶぞ。